はい、どうもジャップルです。今回もちょっといつもとは違うテイストの動画になりますが、皆様、アリエクスプレスという通販サイトご存知でしょうか。今回はそちらで購入したもののちょっと紹介というか、検証的な動画になります。アリエクスプレスっていうのは中国が運営しているネット通販の大手の会社なんですけれども、有名なのだとアリババっていうね、中国で一番大きなそういうネット通販とかショッピング界隈のアリババが経営しているネット通販サイトがアリエクスプレスになります。日本語サイトもありまして、日本からも利用することが可能ですので、結構ね使ってる方も多いんじゃないかなとは思うんですけれども、ちょっと今回僕がそちらで購入したあるものを紹介していこうかなという感じの動画になっております。アリエクスプレスは結構様々な商品が売っていまして、僕は何に利用しているかというと、最近ちょっとフィギュア関連でミニチュアの、ジオラマみたいのを作っているので、そういったものに使用する小物なんかが非常に安く購入することができるようになっていて、日本で手に入らないようなものも結構売っていると。で、日本までしっかり発送してくれているので、何回か利用しているんですけれども、そんな中でアリエクスプレス、ほんと様々なものが売ってます。そういうミニチュアフィギュアとか、衣類とか、電化製品とか何でも売ってるんですけど、フィギュアもね取り扱ってるんですね。結構経験あるかもしれないんですけど、例えば Google とかで、欲しいマーベルレジェンドとかフィギュアを検索すると、検索候補にアリエクスプレスのサイトが出てくることって結構あるんですよ。で、非常にパッと見は怪しいです。これ本当にこんな安いのかなって、結構安かったりするんですよね。で、僕も何回かそういうのに遭遇して、怪しいんで買ったことはなかったんですけど、そういうミニチュア関連とかしか購入してませんでしたが、そういうミニチュア系は一応購入すると、だいたい1週間から2週間ぐらいで日本に届いて、梱包が非常に適当だったりとか、どこまで、追跡できるんですけど、どこまで発送されてるかとか、いまいち分かりづらい部分とかがあって、若干不安ではあるんですけど、それはアメリカのアマゾンで買った時とかも同じなので、そんなに、違いはないのかなっていった印象を今まで持っておりまして、今回ちょっとフィギュアを買ってみようかなっていう思い立って、一つね、買ったのがこちらになっております。で、普通に日本で買えるものを購入しても、検証にはならないかな。思ったので、一個気になっていたものがあって、それが、ハーレークイーンのフィギュアでして、僕最近ちょっと DC 系も非常にハマっているので、本当はホットトイズのね、スーサイドスクワットのハーレークイーン欲しかったんですが、今は4万円から5万円ほど値段がしますので、ちょっと手が出ないなということで、非常に、似ている商品っていうのを発見して、それがね、今回届いたこちらです。ちょっと画像を載せますが、クレイジートイズという名前のところ、が販売しているらしい、フィギュアになっていまして、パッと見はホットトイズのハーレクイーンに非常に似ているんですけれども、どうやら固定フィギュアであると。可動フィギュアではない。で、値段も4000円ぐらいで、プラス送料で5000円ちょい。僕が買った時はセールをやっていて、もうちょい安く、トータルでも4000円ぐらいで購入できたんですけれども、ホットトイズに比べたら本当10分の1とかの値段で購入できる。で、アリエクスプレスは非常に不安になる部分も多いんですけど、レビューが結構多いんですよね。で、多分様々な国で使用できるので、様々な国の方がレビューをしていて、その届いた商品写真なんかも載せてくれているので、それ自体が嘘だったら元も子もないんですけれども、一応届くは届くっぽいので、今回その、4000円ぐらいで、とあるね、クレイジートイズ。聞いたことがない謎メーカーの、ハーレークイーンのフィギュアを購入してみたので、実際ね、中がどんな感じなのかっていうのは今から見ていこうと思います。まず中国から発送されてきた状態がこの分厚い、緩衝材に包まれたフィギュアが、外袋は本当に袋だけに入って届きました。で、クレイジートイズじゃなくて、アリエクスプレスの特徴としては、フィギュアとかを買うときに結構ね、パッと見、うわ、これめちゃめちゃ安いなと思って、そのサイトをページ開くと、基本的には安いやつって箱に入ってないんですよ。ノーボックスみたいになってて。箱入りも選択できる場合が多くて、選択するとちょっと値段が上がったり、結構上がったりして、これだったら送料含めたら日本で買っても変わらないな、みたいのが、正規品だと多いイメージかなと思います。で、箱なしだと安かったりするんで、僕はそういう正規品のフィギュアっていうのを買ったことがないで、どういった状態で届くのかわかりませんが、中古なのかなんなのか、
箱なしっていうのも販売していて、このハーレークイーンに関しても、箱なしとありが選べて、さほど値段が変わらなかったんで、まあ、その配送の関係もあるので安全に届いてほしいなと思い、箱ありに今回してみたんですけど、なんとですね、箱が畳まれて入ってたっていう意味ねと思って、いや箱ありにして箱が畳まれて入ってくるって、まあ、メルカリとかならありそうな気もするんですけど、なかなかね、ちゃんとした通販サイトでこういった状態で届いたの今回が初めてだったんで、非常に、まあ、カルチャーショックというか驚きを隠せなかったですね。ということで早速ここから今出してみます。先ほどの梱包から出すと、まあ、プチプチにくるまれてこんな感じで、ハーレークイーンのフィギュア入っていました。まあ、サイズとしてはホットトイズと同じ6分の1スケールぐらいのハーレークイーンが結構バラバラな状態で、梱包されているようですね。そして箱めちゃくちゃ畳まれているところが結構分解されてるんでね、まずちょっとこの箱を組み立ててみます。箱を組み立ててみるとこんな感じになっています。まあ、思いっきりデザインはホットトイズのハーレークイーンのフィギュアをまあパクったようなね感じのデザインになってますね。まあおしゃれっちゃおしゃれで、一応ここに6分の1スケール、コレクタブルフィギュアということで書いてあるのと、ここにねクレイジートイズとロゴっぽいのと、あとカタカナでねクレイジートイズと書いてあって、さらに後ろが驚きます。まあ、フィギュアの写真、そしてここにねめちゃくちゃ日本語で説明、まあ、注意書きとか書いてあるんで、まあ、あたかも日本のメーカーっぽい感じなんですよね。ですがそのクレイジートイズって僕はその名前は知らなかったんですよね。全然聞いたこともなくて、そういうメーカーあるのかなと思って調べましたが、やはり、日本語のサイトとか、まあ、そういう公式サイト的なものは全く出てこない、怪しいですよね。で箱は意外としっかりしてて、中もこんな感じで、まあ、ハーレーのなんか写真みたいなのが、ね、プリントされてたり、凝ってる部分もあるんですけど、まあ、こういったねフィギュアを、まあ、もしここに入れて梱包するのであれば、まあ、固定するプラとかが普通はねフィギュアだったらある部分なので、まあ、ちょっとその辺は適当なのと、まあ、そもそもバラバラで入ってきてるっていう部分と、あともう一個変なパーツが余るっていうね、結構いろいろ謎な部分が多いです。ということで、メインのねフィギュアの方を見ていこうと思います。まず外袋から出すと、まあ本体と他のパーツとかも本当にめちゃめちゃ適当に袋にねぶち込まれてるような感じなので、まあ、ちょっと組み立てていきますね。まず結構でかいスタンドがあって、まあ、あとハーレーは足っていうか、まあ、靴とか手、あとは武器小物が、まあ、ばらけて入ってるような感じなんで、まあ、組み立ては簡単そうですね。ということで、組み上がるとこんな感じになります。まあ、フィギュアとしては結構出来はいいと思います。これがまあ5000円ぐらいとかでゲットできるならかなり安いなと思うようなクオリティ、まあおそらくホットトイズのコピー品なんですけれども、まあ完全固定フィギュアですね。全くポージング等はつけれず、もうこのままで固定になっていて、手とかも動かない。あ、ちょっと動くんかな。うん、まあ動かないですね。固定になってますね。で、服は、上半身のこの T シャツのみ布製になっていて、下半身このパンツとかはもう完全に一緒に造形されているような感じなんですけれども、まあ本当に出来はいいか悪いかで言ったら悪くはないかなといった感じですね。まあホットトイズ持ってないんであれですけど、ホットトイズとかに比べたらもちろん、ね、値段が全然違うので劣るとは思いますが、出来はいい方なのかな。でもまあ荒は目立ちますよね。写真よりは全然違うなと思います。まずは服、この辺の縫い目とか超適当なんで、めちゃめちゃ、まあ、雑な作りの T シャツをまず着てるのと、まあ、タトゥーとか結構綺麗にプリントされてるから、なんかプリントめっちゃずれてるみたいなレビューしてる外国人とかもいたので、その辺心配でしたが、割と綺麗に、タトゥーはプリントされてるんですけど、このね足、この太もものタトゥーはこのタイツのカラーリングと一体化してしまってかなり滲んでて、まあ、透明だったら綺麗ですけど近くで見ると相当汚いですね。
ってな感じかな。でね、このフィギュアもう一個すごいのが、実はこの服、布製の服ね、ちょっとわかるかな、ポチッとしてるような気がすると思うんですけど、実はここ脱ぐことが、そして一緒についているスタンドはこんな感じ、一応調整ができてここにフィギュアを乗せるような感じで立たせますが、まあ、固定フィギュアなんでね、調整の意味はほぼないんじゃないかなと思うので、まあ、いろんなフィギュアに流用しているスタンドなのかなと思います。一応ロゴがスーサイドスクワットと入っているのと、気になるのがちょっとね映ってないかもしれないんですけど、ここになんかメーカーのロゴみたいな刻印が入ってるんですけど、日本語でフィギュア改造体って書いてあるんですよ。で、まあ、あと韓国語とか英語とか書いてあるんですけど、どこにもクレイジートイズとかね書いてないんで、いやそこちゃうんかいっていうねツッコミが入ってしまう感じで、まあいろいろと謎が多いフィギュアですね。まあというかもう服が脱げてね、パイオツが出る時点で、まあ、ちゃんとしたものではないだろうっていうのがわかると思うんですけど、まあこんな感じのフィギュアですといったところです。ということで今回は、アリエクスプレスという中華通販サイトを使って、まあ、謎のハーレークイーンフィギュアを買ってみたという、ね、検証動画でしたが、一つ注意してほしいのは、僕はそのコピー品、模造品、海賊版、無許可版権無許可品とかは推奨はしていませんし、どちらかというと大嫌いです。まあそもそもね、権利を持っている人、作った人、創作した人を侮辱する行為だと思っていますので、まあ、それを、あえて購入するとか、良しとするっていう風潮は本当にノーですね。なんですけど、まあ、今回はちょっと興味本位でたまたま買ってみたっていうだけなんで、まあ、そこにお金を落としている時点で加担しているのと、同罪だとは思っているので、様々な意見いただくことも覚悟はしておりますが、まあ、こういったものもありますよっていう、まあ、紹介と一応気になっている人に注意喚起じゃないですけど、このクレイジートイズと名を打っているフィギュアは、日本でも買うことができて、メルカリ、ヤフオク、あとは他の通販サイトでも見かけることがあります。アマゾンにもありましたが、それね 12,000円とかして、しかもそれで買ってる人いるんで、そんなんで買うんだったら、まあ、アリエクスプレス使って買った方が5,000円前後で買えますので、まだそっちの方がマシだとは思うんで、まあ、12,000円出す価値はないと僕は思いますし、それだったらもうちょっと頑張ってお金貯めてホットトイズ買おうぜって思いますね。はい。で、アリエクスプレス怪しいと思う方も多いし、なかなか利用に踏み切れない方も多いと思うんですけど、まあ、先ほど言ったそのミニチュアとか日本で買えないような何かしらが購入できるっていう点では面白いのかなと思うんで、で日本語のちゃんとしたアプリがありますので、そちらで購入すると追跡ができて、発送状況とかも見れるのと、発送に関してはねめちゃめちゃ早いです。本当注文した日に出荷されたりするんで、まあ、届くのが外国なんで少しかかりますけれども、まあ、安心面とか目視で確認できるっていう点ではアメリカのアマゾンより分かりやすいのかなとは僕も思っていて、まあ人によっては使いやすいサイトだと思うので、別にアリエクスプレス自体は怪しくもなんともないので、ですがそのフィギュアとかが急にね一切サイトから消えるタイミングとかがあって、この間まであったこのフィギュアがもう見れないとか、あといろんな出品者が出してたりするんで、まあ、その辺はちょっとレビューが多い出品者を見極めていただくのと、まあこの間あった商品があれないぞっていうのは少し時間を置いてみるとまた復活してるとかよくわからないんで、その辺もまあ使ってみて経験あるのみなのかなといったところ、あとは、独身の日っていうのがね中国ありますので、11月11日、多分この動画上げて少し後とかに中国最大のセールがありますので、その時とかもアリエクスプレスももちろんセールやりますので、まあ、気になる方はねそういったところでまた何かしら見つけてみてはいかがでしょうかといった感じの動画になります。はい、まあ、皆様、海賊版コピー品はなるべく買わないようにしましょうといったところで今回の動画を終わらせていただきます。ご視聴ありがとうございました。ジャップルでした。